はい、実況じゃねえや。中央大学の2014年の理工学部の大門2です。で、今回さ、非男性衝突の場合どうなるかっていうのを、あらかじめ、ね、答えをね、簡単なんだよ。だから知っちゃってると、すごいね、なんか、後半戦うまく、あ、じゃない、僕と初めの方ってすごい楽に解けちゃう。で、後半戦はあとはうまく誘導に乗ってこうよっていう話です。で、じゃあとりあえずです、また、本当の問題に入っていくんだけど、初っ端の例えば括弧1年、まあ壁の衝突前の速さを聞いているんだよ。だからこれはただ単にちゃんとよくある問題なんだよ。 VT って鉛直方向の速度だから、で今回あれでしょ、ただの斜方投射だから、要は下向きに G っていう加速度で、まあ、加速していくよ。だからただ単に鉛直方向の運動方程式立ててあげて、要は今回上側が軸だからさ、あ、軸、縦軸は上が線になっているから m イコールマイナス mg と、だから a はマイナス g で下向きに加速していくと。じゃあ初速度っていうのは鉛直方向 v サインシータだから、 vt っていうのは v サインシータプラス括弧マイナス gt で、要はまあ v サインシータ引く gt と。こんなクソ真面目に俺は解説だから作ったけど、もう初っ端から斜方投射でしょ、下側にマイナス G で加速していくんでしょ、下側に G で加速していくんでしょ、うん、で、鉛直方向の初速度 V サインシータでしょ、うん、V サインシータ引く GT じゃん、それでいいんだよ。解説ってのはね、めんどくさいのにちゃんとやらないといけないんです。で、次 YT を出してください。これもそうだよね、よくあるやつだ。たださ、 B 忘れないように気をつけて。変異は確かに VT が抜けてるな、これ VT たす2分の 1AT 以上でも止まる、ここ T 抜けてるよ。で、それであるから、それにで、これを答えにしたくなっちゃうんだよ、まあ、今回でも選択なんだよ。あ、選択じゃない、これちゃんと書くのか。だからこれを答えにしたよ。 VT サインシータたす2分の1マイナス GT 以上、これを答えにしたらバッてなんだよ。YT だから、はじめさ、B って高さからスタートしてるの。そっからの変異がこれだけであって、じゃあ場所、YT って言ったら、それに B を足し算してあげないといけないよと。だから YT イコール B、これ VT サインシータ引く2分の 1GT ですよね。というふうになりますよ。で、次、カッコさん、ボールが壁の1点で跳ね返った後、はじめの位置、P に戻るように、ボールを打つための条件を考えてみる。ボールが壁に衝突する時刻を t とすると、条件 x かこ t イコール0、 vt イコール0が成り立つはずである。これらの式から t を消去することにより、 v と θ が満たすべき条件が導かれ、 v 次乗 sin に θ はイコールなんちゃらってなってるんだけど、まあ、とりあえずさ、 xt イコール0と vt イコール0の式をちゃんと書いてみる。 xt イコール0より、要は t イコール v コサインシータ分の a なんだよ。だ、要は、衝突だからあっちまで行った、要は x 軸が0になった、つまり a の距離を、 a っていう距離を進んだ速さは、今水平方向を考えているから v コサインシータ、でそれを割り算してあげれば時間 t が出る。じゃあ同じように vt イコール0より何が出るか、 v サインシータプラスマイナス dt が0ですよ。これなんだな。じゃあ t は g 分の v サインシータで、問題文にあるように t を消去しよう。 t を消去します。 t 消去できました。で、何を求めてほしいかって、 v 次乗サインにシータなんだよ。これ見て何か気づかない？いや、なんかさ、 v サインシータコサインシータってさ、確かに2シータしやすいな、2倍角の公式さ。だからこういう風にしてあげて、そしたらこのサインシータコサインシータのところで2倍角の公式使って、V 次乗サインシータが 2AG。2忘れないように。2サインシータコサインシータがサインシータだからさ。2を忘れないようにしようと。まあそんなんで括弧の3が解けちゃった。そんな難しくない。で、となると。で、次に、点 Q の高さ YT イコール BH は、t イコールラージ t を代入しても決まるが、tp のボールの力学的エネルギーと点 q でのボールの力学的エネルギーが等しいことを表す式。要はエネルギー保存則のことを言っているんですよ、これ。エネルギー、力学的エネルギー保存則より、
初めあった速さっていうのが今ある速さ、今これゼロにしないです。確かに VT の方は縦方向の速さはゼロになってるけど、横方向はまだ遠直方向、等速度運動してるから V コサインシータってまだ残ってる。でそれに位置エネルギーが加わります。でこれを計算してあげないんだった、ごめん、これはただ単にこれを書けるんだな、まあこれからも求まるよと H が。で速さ V と角度シータの関係を表す式、 V 事乗サイン括弧2シータイコールこれ 2GA ってやつだよね、 2GA のグラフを横軸にシータ縦軸に V 事乗を取って書くと括弧5のようになるよと。じゃあ括弧5ってとりあえずグラフを書きたいんだけどさ、どうしようか。まあ15度、45度、75度に値はめ当てはめてみて計算するのが多分一番早いんじゃないかな。 V 事乗サイン2シータ、要は15度だったら V 事乗サイン30度がイコール 2GA だよと。じゃあそこで V 事乗イコールいくつっていう、まあ、そうしてみると15度だと 4AG、45度だと 2AG、75度だと 4AG っていうふうに得られるわけだ。で今回さ三角関数でしょ、だから直線じゃなくて滑らかな曲線で書こう、こういうふうにとしてあげれば括弧5も終わりなんだな、ね、で括弧6で次にボールと壁の衝突が非弾性衝突括弧反発係数 E は1かっていう場合を考えると、まず V とシータをはじめと同じ条件にしてボールを打つ。ボールは図2のように壁に垂直に跳ね返り、高さ Y イコール B で元の点 P より壁側の点 R に来ると。点 R の位置をマイナス C カンマ B とすると C の値は AE を用いて何と表されますか。で答えを知っている人はいきなり EA って書けるはず。跳ね返り係数ただ単に掛け算してあげれば OK なんです。で、多分問題集持ってる人もしかあると思うんだよ。でよくあるのは確かに横にぶつかる場合じゃなくて、こう上の方からこうボールイメージとかスーパーボールとか落としてポン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 って、まあ、3回ぐらいやるような問題があると思う。それをやってればすぐに聞けるんだけど、でもそれはやると面倒くさいから、一応ね X 軸方向のは等速度運動するから衝突直前のは V コサインシータじゃん。でだから衝突後で E か F なんしたマイナス EV コサインシータになるんだよ。別にあの跳ね返り係数ちゃんとやってもいいんだけど、そこぐらいはちょっと省略させて。でだから P から Q に行くのと Q から R にかかる時間は等しい。なんでって、だってさ縦軸方向かでしょ、あの、はい、時間を決めてるので、要は上縦軸方向には速さ変わらないんだよ全く。ってことはP から Q は車砲投射始めてから壁にぶつかるまでと壁にぶつかってから地面に落ちてくるまでの時間は等しいんだよ。だからこれをこの時間を S っていうふうに置いてあげるとパッと答えがすぐ出てくるわけ。 A は SV コサインシータ、それね。で次 C っていうのは速さが EV コサインシータになってるから SEV コサインシータだから C イコール EL っていうふうにまあ求まる。ただねこれは答えもそもそも知識として知っておいた方がいいことで、ボールが元の点 P に戻るように壁打ちができるだろうか。できるんだよ当たり前だけど、そのためにはてかさ、これできるんだろうか、いいえできませんっていうオチがさある問題があったらいいよ。なんかさ問題解いてって結局答えが出ないみたいなさ。東京工業大学ってさあれだよね、買いなしとかなかったっけ、ね、それとかなんか全て選べたけど1個しかないとか、そういった方が俺面白いと思うんだよ。まあちょっと無駄話になっちゃったから次行くけど、ね、で、まあ、そのためには通算のように初めの速さは V と角度 θ を調整する必要があると。ボールが壁の1点、まあ、急ダッシュで非弾性衝突する、その時刻の t は xt イコール0から決まり t を avθ で表すと t イコールいくつとなると。これさっきと同じだよ。またさっきとはちょっと違うか、要は壁まで行く時間が知りたいんだよ。で今度は縦方向じゃなくて横方向を考えてあげて、じゃあ A 進むのにどんだけ時間かかりますか、ね、じゃあ A 進むのに
どんだけ時間かかるか、その横軸方向、要は斜面に平行方向っていうのは等速度運動をしているんだから、ただ割ってあげればいい、 V コサインシータ分の円で、壁で跳ね返った後のボールの運動を衝突した時刻 t から測った時間、時刻 s を使って記述する。すなわち t、まあ、スモール t イコールラージ t たす s、 スモール s と置くと、時刻 s でのボールの位置 x's、y's、 速度を u's、v's で表すと、跳ね返った直後 s イコール0のボールの位置と速度を、まあ、x'0、y'0、 速さを u'0、v'0 で表すと、すなわち x'0 イコール0、y'0 イコール yt であると。t 弾性衝突の条件から u'0 イコール eut、ラジ t、v'0 イコール vt が成り立つと。ボールが元の点 p に戻る時刻を t イコールラジ t たすラジ s とすると、x' ラジ s イコールマイナス a から s が求まり、s を eavc で表すと、s イコールいくつとなる？ラジ s。で次、ラージ S について聞いてんだよね。ちょっと本文長くて今疲れちゃったんだけど、さっきね、これか。ちょっと待ってね。ちょっと待って。どこ行ったっけ？なんかラージ T あったの。これか。ラージ T 求めたじゃん、ここで。それと同じ感じで S 求めちゃえばいいって話なんだよ。ただ単純に、だな、そう。だから衝突直後の速さはさっきも求めたけど、EV コサインシータなんだけど、X 軸方向へは相変わらず等速度運動を行うんだよ。確かにぶつかった後にスピードは変わる、EV コサインシータになるけど、結局ぶつかって衝突した後も結局重力しか働いてないから、地面に平行方向っていうのは常に等速度運動を続けるわけだから、ただ単にこういうふうに割り算をしてあげればいいですよとなるんだろうな、ね、で、次がそうか、 y'sか、y'sイコール y'0 たす v0's 引く2分の 1gs 以上ってあるんだけど、これね、すんごい簡単に解けるんだよ。なんかね、いろいろごちゃごちゃ書いてあるけど、縦軸方向考えよう。今回縦軸方向に斜方投射しました、ヒーンって飛びます、ぶつかりました、ぶつかるけど地面に垂直方向は全く関係ないんだよ、私知らないって、何も変化しない。でぶつかって上に上がって、まだもうちょっと上がるんだよね、上に。でそこから落ちてくると。じゃあさ、一連の流れさ、普通に重力は確かにさ働くから垂直方向にいろいろさ作用を及ぼすけど、他に何もないんだよ。っていうことは、実際この y'S って別に斜面に衝突することは全く考えなくてもいい。 S たす T 秒後に、あ、じゃない、ごめん、 T たす S 秒後にどこにいるのか、壁なしで本当にこういうふうな斜方投射した時を考えて、 T たす S 秒後にどこにいるのかなっていうふうに求めてあげればいい。だから B たす、まあ、B ってさ、初めのそもそも斜方投射始める場所だから B はいいとして、 V サインシータ括弧 Q たす2分の 1G 括弧 Q の事情と。ただ単にこれあれなんだよ、 VT たす2分の 1AT 事情の式なんだよ。で今回あれでしょ、斜面垂直方向は V サインシータっていう初速度なんだから V サインシータになってるけどさ、だからこれってただ単に T たす S なんだね。だから学級は T たす S となるよね。でただし括弧 Q ではラージ T と S を打ちなさいって書いてある、うん、使ってるよちゃんと大丈夫で、 Y' ラージ S イコール B と置くことによりラージ T たす S が決まると。じゃあ起こる、実際に今ついさっきあった式に、要は B イコール P たす、そうこれね、実際にラージ S を代入しましょう。 V サインシータたすラージ T たす S 引く2分の 1T ラージ括弧 T たす、ごめんラージ S だね、ラージ S の事乗が0になるよ。でそれを代入して、じゃないでは計算してあげるよ、計算してあげるとこういう風になると。そしたらもうさ T たす S なんて済むね、じゃん G 分の 2V サイン C だと。
で、カッコ7、カッコ8とカッコ10を組み合わせて V と θ が満たすべき条件が導かれ、V 次乗サイン、カッコ 2θ イコールカッコ11となる。まあ、わかんないけど、カッコ10からカッコ7、8、10って何だったかなっていうと、カッコ10が θ、ラージ θ、ラージ S。で、カッコ7がラージ t、で、カッコ8がラージ s だから、あ、ラージ t とラージ s に代入しろってことね。っていうふうに気づいてあげて、代入してあげる。で、v コサイン θ 分の a 足す ev コサイン θ 分の a が g 分の 2v サイン θ になるよと。で、ここから、よくわからんけど、v 次乗サインカッコ 2θ を出してくれと。まあ、ここにまた v コサイン θ、v サイン θ。なんかさっきもやったよね、こんな感じの。で、それを、計算してあげる。あれ、これでここ次乗抜けてるよ。ここ V 次乗サイン2θ が B 分の GA かっこ E たす G になるよと、まあ、そういう問題でしたと。だからこれは別にそこまで難しいことやってないんだよ。跳ね返りしても、要は垂直方向には全く変化はない。だけど平行方向に、まあ、要は E かけるんだよね。それが分かったら、あとはぐちゃぐちゃしてる文字があるけど、ちゃんと何を意味してるのかっていうのをちゃんとはっきりとね、しといて、解いていくと、意外と素直なもんだよ、これ。素直じゃないのは文字がたくさん出てくるところだけど。だから、しっかりとさ、焦らずにゆっくりと計算をすれば、計算、うん、まあ、解いていけば問題はないはずです。うん。そうだね。台本の2は、じゃあこんなもんにして、次台本の3に行ってください。